回のタイトルは、ビックル訴訟、最高裁判所まで持ち込まれる可能性、元 SEC 訴訟担当者です。ぜひ最後までお付き合いください。元証券取引委員会 SEC の訴訟担当者であるリンダ・スチュワード氏は、最近何が暗号通貨を有価証券とするのかを判断するために、リップル訴訟が最高裁判所まで争われる可能性があると予測したとフォーチューン紙が報じました。最近コロンビアビジネススクールのイベントでブロックチェーン専門の弁護士らと討論していたスチュワード氏は、当局はトークンの販売や提供を有価証券とみなしていますが、これは原資産には当てはまらないと述べました。ガーリングハウス氏は以前、XRP をめぐる争いを最高裁判所に持ち込む用意があると述べており、我々は最後までそれに取り組んでいると強調しています。昨年7月に SEC に対して部分的な勝利を収めたにもかかわらず、リップルは依然として SEC から巨額の罰金に直面しています。さらに規制当局は、 XRP トークンの二次販売は有価証券に該当しないとする2023年の判決に対して控訴する予定です。昨年11月、リップル社の最高法務責任者であるスチュアート・アルデロチ氏は、最高裁判所が過去数年間に繰り返し SEC に対して不利な判決を下していると指摘しました。コインベースになるのか。スチュワード氏によると、コインベースの訴訟も最高裁判所に持ち込まれる可能性があるもう一つの候補だといいます。 FTX、リップル、テラに対する SEC の訴訟に関与していたスチュワード氏は、2月に規制当局とたもとを分かち、著名な国際法律事務所であるホワイト&ケースに加わりました。同氏が SEC を去ったのは、 SEC がコインベースに対する訴訟の棄却に反対する主張を展開している最中でした。記報の通り、米国地方裁判所のキャサリン・ポーク・ファイラ判事は3月下旬に最終的に当局の主張を支持しました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。